とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。松明じゃありませんよ。これ、太陽の愛ですね。黄金で重力、エンチャントがリフレッシュ追い打ち虚無となっております。使えるのか、わからないね。でも意外と、火力としては真ん中ぐらいの強さっていうのが分かったので、もしかすると強いかもしれない。はい、ということで行ってみましょう。それでは下デル行きましょう。キャプテンはあんまりいないのであんまり期待はできないね。でもいる時には3体ぐらい。おー、ちょっと待って、ここいるんじゃないの。ちょっと待って、これいるかもしんない。これ洞窟なんてあんまりないからね。あ、いそうかも。これはちょっと期待できるぞ。一応探しに行ってみましょう。いないか。あ、ただ宝箱があるだけかな。まあ下の方も一応見てきましょうか。で、多分これね、太陽の愛の火力だけじゃなくって、この対電のね火力も入ってるのよね。なのでちょっと分かりづらいかもしれないですけども、まあ頑張って、実況していきます。どうだろう。でもね、思ったほど弱くはないかもしれない。これ、火力スキルはその、ついてないんだけど、輝きがね、やっぱついてるのよね。で、輝き1だけども、20万ぐらいは一発で回復するので、そこそこ使えるのかな。うん、一発20万っていうことは、まあまあそこそこ回復するわけだし、うん、耐久スキルが1個多めについてるっていうことでいいんじゃないの。なんか最近さ、こうスキル回復のスキルは輝きってあんまり使わなくないですか。最近なんかリフレッシュとか吸血が多い気がするので、まあまあそのリフレッシュをつけた状態でさらに、プラスで、まあ、ボーナスとして、輝きがついてるっていうので、まあ、ちょっとなんかお得感みたいなのはあるよね。まあ、確かに火力は、火力スキルがついてるやつの方が強いと思う。うん、実際、剣と斧とメイスって火力そんなに変わらないので、まあ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 、使うのであれば、剣がね、おそらく火力としては高いので。うん。火力としては多分あれが一番高いんだけども、耐久力としてはメイスが最高なのかな。この太陽の愛が、うん、耐久武器としてはこれが最強だと思うので、もう使えなくはないかな。それよりむしろまあまあメイスのあれだな、フレイルは全然使えないな。うん、あとファイアブランドも微妙でしょう。うん、火属性はダメージ全然取れないもんね。なのでもしかすると斧が最弱になるかもしれない今後。実はこの太陽の愛は意外とその武器の中ではマシな方かもしれない。今実際使ったところで別に死ぬ感じはしないもんね。うん、なんか全然死ぬ気はしないので、耐久力で全然持ってる感じです。この防具は251なので、HP はね、そこまで高くないんだけども、うん、でも全然耐えれてるので、いいかな。あー、まあまあ、この耐電の恩恵っていうのは結構でかいと思うんだけど、まあまあ、それだとしても、全然ダメージは取れてるんじゃない？よっしゃ、ああ、十分十分、火力は本当
十分なぐらいあります。まあ、ここで敵がね、モブダメージ 50% 増加してるわけだもん。これプラスなんか自分の HP が下がるとかね、そういうエンチャがついてきたときにちゃんと立ち回っていけるか、それが問題だと思う。やっぱ高難易度は旗を取ってなんぼのところがあるので、やばいぞ。おっしゃー、まだ、ああ、うん、いい感じいい感じ、いきます。一応横の行かなくてもいいゾーンにも探しには行ってみましょうか。あ、いや、いないな、こりゃこりゃいないな。一応全体見渡してはきます。お、あー、やばいやばいやばい、アップね、変更ついてるじゃん。変更ついてたら硬いよ。あー、ここいるっけ。いや、いませんでしたね。やっぱり一番最後のとこしかいないのか。もう終わりじゃないっけ。あ、いやいや、この後だ。この後にキャプテンがいる可能性があるんだよね。うん、できればここまでに1体ぐらいは出てて欲しかったけども、いなかったね。あ、なんかね、使ってると意外と愛着湧いてくるこの武器。うん、強くはないよ、お世辞にも強いとは言えないけども、なんかね、こう光ってる感じで愛着は持てるね。よし、じゃあラストもうちょっと頑張りましょう。いるかな、いた、やった、いた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 、あー、いたいた、よかった。どっちだろう、頼む、神秘、今日1回脅威でした残念。ではボス行ってみましょうかね。いきまーす。しゃあ、うん、まあ火力はこんなもんですよ、こんなもん。いや、でもそこそこじゃ十分ぐらいじゃない。うん、これで輝きついてて回復もするんだよまあまあ火力十分ってわけではないけども、この輝きのおかげでまあまあそこそこの耐久力はあるんで戦えなくはないんだよね。おい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 、ああ、それか、こっちか、 OK。 これね、なんかここら辺が安全な気がするんだよな。ここ安全地帯だよね、多分当たんないもんね、ここだったら。 OK、 いくぞ、いけ、よっしゃー、よー、効くねー。まあそりゃそうか。 OK、 次は何、またちょっと待って、挟まった、完全に挟まった、やばい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 、あ、オッケー、ギリギリ、行くぞ。あー、ポーションバリアがまだだな。ちょっと待って、ポーションバリア、オッケー、行くぞ。よし、あと1回ぐらいだな、あれは取っとこう。よし、それなら OK。 これの時回復するもんね、輝きで若干なりとも回復してくれるんでいいです。あ、20万ぐらいと思ったら12万6000だ、回復するの。12万6000か、あ、20万は輝き2だったかな、ちょっと俺の勘違いです。あばいや、いいやいいや、終わりましょう、これで。しゃあ、はい、それでは、クリアですね。今日はこれ、太陽の愛使ってみました。黄金で重力、エンチャントがリフレッシュを追い打ち虚無となってます。
剣、斧、メイス、ほぼほぼ、能力値は変わらないんだけども、多分その3つの中で、一番耐久力は高いと思います。輝き1がついてるおかげで、耐久力は高い。まあ、破壊力は、すべてに劣るとは思うんだけども、まあまあまあ、ただの松明ではないっていうことが分かりましたね。使えなくはない。強くもないけど、使えなくはないということが分かりましたので、まあ、いいエンチャをゲットした時には、ちょっと使ってみるのもありだと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おいおいおい、これ真ん中にクールダウンで大当たりだったじゃないか。なんだ、惜しいな。